はい、それではね、こちら倉敷デニムですね、ハイテンションストレッチになります。で、この生地の特徴なんですけど、まずね、ちょっとデニムでは珍しいブラックデニムになります。デニムといえばね、こう藍染めのね、こうインディゴカラーっていうのが特徴になるんですけど、これね、ブラックカラーになってます。これはこれでね、すごくね、こう個性的なところもあってね、面白いんじゃないかなと思います。で、この生地のもう一つの特徴なんですけども、これね、ハイテンションでめちゃくちゃこう見ていただいて分かるように伸びがね、すごくいいんですよね。こんな感じで、なのでね、ちょっと洋服作った時に、タイトめのデザインとかでもね、すごくこう着心地、履き心地のいい作品楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。しかも伸びるんですけども、こうやってこう戻りもいいので、すごくね、こう安定したストレッチをね、感をストレッチ感をこう楽しむことができると思います。安定感があるということは、縫製もね、すごくね、こうストレッチの中でもしやすいタイプになってますので、ぜひね、参考にしてみてください。で、厚みの方がね、これもすごく使いやすい厚みで、9オンスぐらいのね、厚みなんじゃないかなと思います。で、イメージで言うとね、デニムのパンツとかのね、まあ、厚すぎず薄すぎずですね、まあ、デニムって割合とね、程よいこうしっかり感があるんですけども、まあ、その中で本当にこうオーソドックスなね、使いやすい厚みなので、ぜひね、いろいろな作品に使っていただければなと思います。イメージだとね、まあ、アウターだったらね、デニムのこうちょっと軽く羽織るようなこうコートとか、ジャケットですね。あと、そこまでね、厚ぼったくないので、ボトムスなんかにもすごくね、使えると思いますし、あとね、ジャンバースカートとか、その辺のね、こう洋服全般に使えますので、ぜひね、参考にしてみてください。個人的にはね、このハイテンションのこのストレッチをね、こう楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひね、この動画をちょっと参考にして、作品をね、こう作品選びのね、こうね、こう楽しんでいただければなと思います。作品のご紹介をいたします。ストレッチデニムということで、やはりね、おすすめなのはパンツですね。こちら今回もパンツを作ってみました。やっぱりね、膝周りとかね、足が動きやすくなるんじゃないかと思います。で、こちらのデザインはウエストにアクセントがあって、ウエストゴムなんですけれども、タックが入っていて、ゴムの上にフリルになってるんですね。なので、こうしてトップスをね、ぜひね、こうインして可愛く着ていただきたいと思います。で、脇から出てる太もののね、紐もありますので、前で結んでね、アクセントになります。で、ヒップ周りね、ゆったりとして履きやすいんですけれども、裾の方がちょっと狭まっているので、ボリュームはあるけれども、すっきりとしたシルエットで履けるかっこいいね、パンツになっております。でね、パンツ以外にもやっぱり今の季節、コートなんかもおすすめになっております。やっぱ体がね、動きやすいんですよね。ストレッチで着やすいので、コートも作ってみました。で、こちらはね、いろんな時にこう着回しがね、できるようにノーカラーですっきりとしたデザインのものをね、作ってみました。ね、一つあるとね、いろんなコーディネートに重宝するんじゃないかなと思います。はい、そしてコート以外にも今回、ね、ジャンバスカートも作ってみました。ジャンバスカートってこう袖がついてないのでね、コートの下に着てもこうかさばらずに着やすいんじゃないかなと思います。で、こちらもやはりね、シンプルなデザインにしてみました。襟ぐりもね、ノーカラーですっきりとしたね、 A ライン調のシルエットで作ってみました。ね、ストレッチも効いているので、とてもね、体に馴染んで着やすい生地ですし、あとこのデニムもちょうどね、中肉ぐらいなんですね。厚さがすごく厚いわけでもなく、程よいね、厚さになりますので、とてもね、縫いやすい素材です、ね、なのでこうしてね、いろいろなアイテムで楽しみながら作っていただけたらと思います。